今日はテスラの未来を語る上で外せないロードマップをお届けします。 2025年夏に登場予定の新モデル、モデル Y の魔法のような進化、そしてテスラ独自の開発文化についてです。今回の内容は、こちらの Not アテスラア a プ p p に8月15日に掲載された記事で、テスラの車両エンジニアリング担当バイスプレジデントであるラース・モラビーさんが語った内容を整理してお届けしていきます。ぜひ、これからのテスラを知る上でも、知っておいて損はない内容になっていますので、ぜひ最後まで ご視聴ください。まず最初の話題は テスラが開発を進めている新しいモデルについてです。このモデルは手頃な価格帯を意識していて、テスラがこれまで届かなかった層にもリーチすることを目的としています。当初は2025年前半の発売が見込まれていましたが、最新の情報では2025年の夏に登場する見通しとなっていましたけれども、さらにそこから遅れまして、現状は今年の Q3 か Q4 あたり、つまり補助金が終わった後ぐらいに 発表にななるのではないかと言われております発表時期が少し後ろにずれたとはいえ、テスラの成長戦略において、この新モデルは非常に大きな意味を持ちます。なぜなら低価格帯のモデルが登場することで、より多くの人がテスラにアクセスでき、世界的な EV 普及がさらに加速するからです。また、投資家の視点から見ても、 この新モデルは台数の拡大と収益の安定化につながる可能性があります。特に競争が激化している EV 市場においてテスラがどのようにシェアを守り広げていくのかを占う重要な一台となると言えるんではないかなと思います。では次に注目したいのはテスラが同時進行で進めている新しいラインナップです。 まずは大型トラックの狭い。こちらはネバダ州レノでの生産準備が最終段階に入っています。 物流業界にとっては燃料コストの削減や排出削減を実現できる可能性があり大きなインパクトを与えていくと思います。そして次がサイバーキャブ。これはロボタクシー向けのモデルでテキサスのギガテキサスにすでに用意されているスペースで生産ラインの構築が進んでいます。フルセルフドライビングを前提に設計されていて都市部の移動のあり方を根本から変えることを狙っています。さらにロボバンです。 これは人や物を効率的に運ぶために開発が検討されている新しいカテゴリーです。ここでもキーワードは 自立走行で将来のインテリア設計や利用シーンが重要なテーマとなります。これらのプロジェクトが示しているのはテスラが単なる自動車メーカーにとどまらず移動の未来を形作ろうとしているということです。オーナー目線ではもちろん投資家目線でもこの流れがどのように収益や市場拡大に結びつくのか非常に注目すべきポイントだと言えるでしょう。次はすでに多くのオーナーにとって身近な存在であるモデル Y が どのように魔法のような進化 これを遂げたのか、その秘密を見ていきます。今回注目されたのは、バッテリー容量を変えずに、高速距離をおよそ10%も伸ばしたという点です。普通はバッテリーを大きくすれば走行距離が伸びますが、テスラはまるで魔法のように効率を改善してきました。その秘密は、細かな改良の積み重ねにあります。例えば空気抵抗を減らすことで CD 値をわずか0.22まで低下しました。さらにブレーキ ブレーキバイワイヤーを採用し、使ってはいない時にブレーキパッドをディスクから離すことで摩擦のロスを最小限に抑えています。加えて低摩擦のホイールベアリングや駆動ユニットのオイルポンプの改善、新しい潤滑液の採用など、数え切れないほどの改良が加えられています。これら一つ一つは小さな差ではありますけれども、積み重ねることで大きな成果を生み出しているんです。 このアプローチは単なる高速距離の改善に留まりません。同じ距離を走れるなら将来的にバッテリーサイズを小さくしてコストを下げることも可能になります。つまり効率の改善はオーナーの利便性を高めるだけではなくテスラの利益率の向上にもつながる重要な戦略なんです。モデル Y の効率改善が示すようにテスラの強みは 小さな改良を積み重ね、大きな成果を出す姿勢にあります。ラーズ・モラビーさんが語ったのは驚くべき事実です。なんと現在のテスラのエンジニアリングチームは10年前の半分の規模しかありません。それでも今は当時の2倍の台数を生産しているんです。この背景には、ファーストプリシンプル思考、つまり物事をゼロから見直しして、最もシンプルで効率的な解決策を探る姿勢があります。 多くの企業が 従来のやり方を積み重ねるのに対し、テスラは常に根本から問い直し、新しい仕組みを取り入れています。結果としては、無駄を徹底的に排除し、少ない人数でも高い成果を出せる組織が生まれているんです。これは日本の企業文化と比べても非常に対照的で、多くの人にとって新鮮に映るはずです。テスラの成功は単に車の性能やデザインにあるのではなく、こうした独自の エンジニアリング文化に支えているのだという点を改めて強調しておきたいと思いますはいということでここまでテスラの最新ロードマップとモデル Y の進化そしてテスラのエンジニアリング文化について見てきましたこれから登場する新しいモデルは これまでテスラを手にできなかった層にも届く可能性を持っています。さらに狭マやサイバーキャブ、ロボバンといった新しいラインナップは単なる自動車の枠を超え移動の未来を描こうとしています。そしてモデル Y の効率の改善は 地道な改良の積み重ねがどれだけ大きな成果を生み出すのかを示しました。バッテリー容量を変えずに航続距離を伸ばすという取り組みはオーナーにとっても投資家にとっても価値のある成果です。その背景にあるのが 半分のチームで倍の成果を出すテスラ独自のエンジニアリング文化です。この文化こそがテスラを他の企業とは違う存在にしている大きな要因だと感じます。皆さんは今回の内容でどのポイントに一番注目しましたか新モデルの登場に期待しますかそれともモデル Y の進化でしょうかそれともテスラの開発文化そのものに魅力を感じましたかぜひコメントで教えてください。僕はファーストプリシンプルシ 思考これが一番参考になりました。例えば僕の YouTube も制作する上での参考になりました。いかに質を高くしつつ、効率で短時間で制作できるのか、これを日々取り組んでいこうと思います。テスラから学ぶことは非常に多くあると僕は感じていますけれども、皆さんはどうでしょうか はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。 今日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は329.65ドルで、今週末が330.56ドルということで、正解はあまり変わらない。これが正解となっております。まさかまさかの1週間で結構動きはありましたけれども、結果的にはあまり変わらないという結果です。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は676票いただいております。ありがとうございます。結果ですが が上がると答えられた方が一番多くて73%しかし正解はあまり変わらないので11%の方が正解となっておりますでは次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思いますコメントですが残念ながら全員不正解で3週連続正解していたキャンパリーダノースさんもここで不正解となってしまいました残念です はい。では、このアンケートなんですけれども、4週連続正解された方には、今、車内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そして、こちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。 まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週毎週やることで、その難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか、下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週毎週考えることで、自分の中の分析力も上がる と思います僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思いますその時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思いますぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので分析力アップそしてぜひ他の方のコメントもご覧になってくださいそうすることでその視点もあるのかと勉強になると思いますそしてコメントを通じて参考になるコメントが だったらいいねボタンを押してあげたりコメントに返信されたりされてみてくださいそしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思いますということで本日もアンケートしますのでぜひゲーム感覚で参加してもらったらと思いますきっとご自身のレベルアップにもつながると思います締め切りは明日までですはいでは本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた